はい、皆さんこんにちは、あちでございます。スカイリムですね、やっていきましょう。あ、そうだ、あれだね、雲やっつけろって言われたんだよね。リディアさん来てたかな。来てませんね。あ、そうだ、リディアさん歩いて帰らしたんだ。その雲をやっつけないといけませんね。よいしょ。あ、まだ弓なんだね。で、あ、これでいいんだね。あ、いるいる。それかね、私後ろまでがっつりいける？後ろまでがっつりいけると、私こうやって忍び寄っていくとね、バレにくいはずなんですね。で、よいしょ。ね、不意打ち15倍のダメージでしょ。あっちに向いちゃうんだよね。こういうやり方もできますね。ホロスバイトの道具はいらないかな。ですんでね、あ、これガスだガスがあるよ。エクスプロージョン使っちゃいましょうか。わっ、目の前でやっちゃったで、こうなったらもうこうなったら仲良し攻撃だな。燃えなかったね。燃えると思ってたんだけど。あなた仲良し、はい、仲良しね。あなた仲良しになりましたよ。そう、ほんと人出なしかもしんない、というわけでどんどん行きましょうね。これ、あ、私の解像度が悪いだけか。てっきりね、あの、燃えてるように、燃えるとかガスが漏れてるように揺らいでるように見えたんですね。違いましたね。ん？なんか歩いてる音が聞こえるんだけど、このセットはいいかもしんないね。よいしょよいしょよいしょよし。ん？まだ引っかかる？うん、いけるよね。さあ、あ、そうそう、これね、あの、この動画グロいのありますんでお気をつけください。いないね。これがドゥーマーのほーね、あの、い、うわー、なんか音してるよ。おー、それやりすぎだろびっくりしちゃったわ。もうこれ、こんなの剣じゃ無理だわよ。無理だね。氷と、自分治療かな。あ、びっくりした、もう、ほんと、もう。あら？はい、いってらっしゃい。頑張ってください。また地味な動画になっちゃうけどね。あ、これが任務費なんだな。あ、全然いけんじゃない？これ全然いけるね。この任務費ってのこっち入ってこれんの？あ、全然いけるじゃない？あ、やられちゃった。あ、いけない？いやいや、もうちょっと向こうでやっとくべきだったか。いける？いや、なんかすごくダメな感じがダメな感じしちゃうね。えっ、あらちょっとあなたダメだね。いやもうそんなのやってもダメだよ。そこだ、後ろ発見されちゃった。誰に？もう頼んますよ。ここだ。はい、はい、そこで頑張ってくださいよ。あ、でも勝てるね、これだったらね。
私が出張っていくほどでもないね。てか荷物っていうのこっち入ってこれないんじゃない？さあ、おいしいとこ持っていきましょうか。よいしょ。ほい。はい、ヌチュアンドゼルにいるニムヒを殺す。カルセルマネ、ニムヒは死んだと伝えると。そうなのね。フロストバイト、一応もらっておきましょうか。よいしょ。ここ何かあるのかな？あ、ちょっとこれ眩しいね。あ、誰か倒れてる。あ、帝国の人だね。アレンウス？なんだ？勝手になんか発動したよ。ストロムの日記を回収する。何かを研究せずには千歩先まで歩くことができない、ような研究者たちを抱え込んできました。そして彼らはあなたの考える通り、もしくはそれよりもっと悪いかもしれませんが、争うのです。少なくともストロムだけは魔法の能力を持っていますが、剣を触れる者は誰もいません。L 字でクラグは何かを企んでいるようなので、彼らには用心しなくてはならないと思っているのですが、スターウブズは彼らは信用できると言います。何言ってんだろう、全然わかんないね直訳なのかな。たまにね、たまにというかね、間違えた訳がねあるのでね、このゲームね。例えば能力で前も言いましたけど、何です、このスキルでね、スキルで召喚のこれね、移動可能距離が2倍になるっていうのは違うんですよね。移動可能距離じゃなくて放てる距離が2倍になるっていう意味なんですよね。よいしょ。さあ、ニムさん、あら、え、何、取れないの？これどう見ても向こうあんだけど。あ、いけてるね、いけてるね。で、これ出口かな。あら、ん？ちょっと待ってね、クエスト入ったよね。消えた探検でストロムの日記を見つける。アレーシューのメモで言ったように、研究者を探さなければならないと。なんか余計なもの拾っちゃったよこれ。あ、やっぱ入れってことになってる。これマーカー出てるね。もう余計なことしちゃったもう。まあいいですか。あとね、こんなことをちょっと私が言うのも変な話なんですけども、結構実況なされてる方も私の動画見てくれたりされてる方いるみたいで、まあその辺の話を受けたりするんですけど、 YouTube がね、この収録が流れるのがおそらく今から2日後ぐらいなんで、ちなみに私が今撮ってるのは10月7日なんですけど、昨日 YouTube をふっと見たらね、私広告つけさせていただいてるんですね。いつもありがとうございます、見ていただいてね、視聴していただいて。でそこにね、 YouTube が広告に適さないテキストっていうフラグをつけるようになったんですね。このスカイリムとね、フォールアウト3の悪党だけはね、もう適さないってなってますね。やっぱグロいのがあるとダメなんだね。ちなみにこれなんか踏んだら、おお、ああなんだね。なんかそんなんがね、実装されたみたいで、まあ元からね、聞いてたんです、実装されてるよとは。例えばなんか何です、ちょっとこれも黒い話になっちゃうんですけど、 IS とかね、 ISIL でしたっけ、まあ言うたらイスラム国、とか、あと中近東の方でのその首切り動画、ああいうのに YouTube、 あれが YouTube でね流された時に、うわー、あれがいるわ、ファルメルがいるね。その時にね、スポンサー宣伝もついちゃって流しちゃって、スポンサーからえらく嫌われたっていう話をね、噂をね聞いたんで、まあそういうことするんでしょうねっていうのは聞いたような気がするんですが、
あ、当たったよ。あー、よいしょ。じっとしておきましょうね。あ、行っちゃった。これ私近寄れんじゃない。なんかそんなのね聞きまして、そうなるともうあのこの適さないものっていうのはあれらしいですよ。もう全然あの広告の収入はほぼ期待できないような感じみたいですね。ただ笑ってしまったのはダイナソーにもそれがついてね。ダイナソーも1本だけついて、あ、これはその E の申請をねできるんですが、 E の申請をしようとするとね、再生回数1週間以内に1000回以上ないとダメだよって言われてね。そんなのハードル高すぎるみたいなね感じで諦めちゃいましたけど、バレないね。うわ、黒い。正面からできる絵って初めて見た。いつも後ろからやるんでね。光るキノコ、アルミルの盾で手をのはいらないですね。ちょっと私も本当にあの火事を上げないとこの探検のダメージが上がらないんですよね。いや、なんか変なクエスト横で受けちゃったね。変なクエスト受けちゃいましたよ。さあ、これは違うんだね。あ、いるね。よいしょ。だもんだ、あれでしょうね。また話戻っちゃいますけど、グロとかを流してられてる方は結構ね、響いちゃうのかなっていう気がしますよね。2匹いるんだね。これどうする？やっちゃう？きっと私気づかないんでね、これね。気づかれないんでね。で、じーっと近寄ってって。いけたね。一瞬触っちゃったかなと思ったんですけど、シャベル持ってんだね。ファルメルの耳はあの材料になりますので、よいしょ。どうしよう、もうこれで直接ぶち当ててもいいかなっていう気もするもんね。おいよ、効かなかった。効かなかったですね。ということで一撃与えた方がいいのかな。でもどうしても私火事が低いんでね、武器が弱いんですよね。それを踏まえて、うよ、よし、当たった。で持ち替えて、今ので使えないことが分かったんでね、この何です、お、あれだね、こっち来ないね。隠密がもうじき100になりますね。100になっちゃうとレジェンダリースキルが入るんで、100になっちゃうとレジェンダリーしちゃうかな。隠密犠牲になっちゃうけどね。でも隠密は結構ガンガン上がっていくんで、レジェンダリーにしちゃうかな。せいぜい今隠密があるうちに楽しみましょう、隠密をね。もう隠密レジェンダリーにしちゃうとこんなこともできなくなっちゃうんでね。15倍ってすごいよね。で、ファルメルの、あ、耳持ってんだ。もう全部使い切ってんだね。あーと、いや、よし。で、これまた広いんだよね、きっと。で、ここであれなんでしょ？新しいというか、人を見つけないといけないんだよね。あー、こっちに、あれが出てるね。わ、明るすぎて見えないね。あ、こっち行けと言われてますね。ヌチュ&セル居住区。
もうなんか訳が分かんなくなってきますね。クエストを解きに行って別のクエストを受けちゃったもんでね。結構こういうことが多いんですよね。あ、行った。これはまた弓にすべきかな。まず聞くかどうかだね、これね。よいしょ。あ、聞いた。聞いたら、これも聞くんじゃない？サクランね。聞いたね。さあ、二人やり合ってくんないかな。やり合ってね。やり合ってますね。あ、倒されちゃいましたね。じゃあね、ここで一発狩猟術を使えばどうなるのかなと。立ったよ、ほら二度おいしいっていう感じかな。お、二度おいしい。あ、倒したよ。ほら、これは漁夫の利と言っていいのかな。私何の痛でもなかったね。はい。で、ゴールドね。もう耳はいらない。タレノリ、いやー欲しいね。探検もちょっと強くしないといけないね。そうね、あなたアイテム取るの忘れてるからね。でもすごいよね、 YouTube そういうのをプログラムでできるんですよね。それがすごいような気がしますけど、また話戻っちゃってますけどね、ごめんなさい。ね、じゃあね、ちょっと時間良くなったんでこの辺で終わっておきましょうか。スカイリム終わっておきます。どうもありがとうございました。